中性コロトは、主に熱中性後によって、各分裂連鎖反応を維持する原子炉油水、または、黒煙などの原則剤を必要とする。中性子を吸収した、ウラン235が、クリプトン92と、バリウム141に、核分裂した図。原則剤、燃料棒、制御棒ある燃料棒中で発生した。 高速中性子は減速在中で減速し、熱中性後と呼ばれる状態へ変化した後、他の燃料棒へ達する。原子炉内の核分裂連鎖反応に伴って放出される核分裂中性子は、平均約2メブモの運動エネルギーを持つ早い中性子であるが、235U は、このようにエネルギーが高い中性子に対しては、核分裂はしがたい。ところが、 中性子のエネルギーが熱中性ごと俗称される0.03から0.3エブ2まで落ちてくると 235U は100から1000倍核分裂しやすくなるという特徴がある。そのため効率的な原子炉を作るには核分裂中性子をそのまま使うのではなく他の原子核に繰り返し衝突させることでエネルギーを失わせた熱中性号を用いて 各分裂連鎖反応に使った方が良い。特に熱中性後による各分裂連鎖反応を維持する原子炉は熱中性コロと呼ばれる。なお、ここで中性庫からエネルギー失わせることを原則と呼び、原則をさせる物質を原則剤と呼ぶ。熱中性コロに分類される炉型としては以下の3つがある。熱中性コロに分類される軽水炉と、 高速中性白に分類される高速増殖炉との比較表を以下に掲載する。なお、上の表の転換比とは消費される核分裂性物質と生成される核分裂性物質との比であり、1を超えると増殖率と呼ばれる。高速増殖炉では燃えた量よりも多くのプルトニウムを得ることができるため核分裂炉の完成型等と呼ばれることがある。 熱中性頃の場合は、転換比は1を超えることのできない設計となっているため、増殖炉とすることはできない。また、冷却剤にナトリウムを用いる高速増殖炉は、冷却剤の温度を現在世界の発電炉の80%以上を占める、ケ水炉よりも摂氏200度程度上げることができるため、熱効率が高くなるという利点もある。ただ、 高速増殖炉において冷却剤にナトリウムを用いる場合、ナトリウムの化学的活性が強いため多くの技術的な問題があること等から熱中性コロが多く用いられている。用語辞典 P247 熱中性コロ臨界状態は始発中性子によって維持される。用語辞典 P205 始発中性子ハットアトミカ熱中性コロ。 石川ピアニッシも12から13以下の炉型の説明についてはアン P43 に基づいた。アトミカ原子炉の比較2011年1月20日閲覧出展は参考文献 P62 よりハットアトミカ高速増殖炉2011年1月20日閲覧 AB 出展は参考文献 P64 よりありがとうございます。